にちは、りょうずノート大好きな人おうちで介護、りょうさんです。本日は患者・利用者さんが実は傷ついていることあるあるです。まずはじめに、私と同じようにご家族を介護なさっている方からいただいたメールをご紹介いたします。ご本人のご了承もいただいています。相談支援員、ヘルパーさん、看護師さん、娘に関わる皆さんに感謝しています。でも内心、最近いろいろと諦めてきました。それで自分でやればいいんだと自分の首を絞めています。自分だったら、自分の家族だったら、それでもそんな扱いするって、なんでそうなるかなと思いながら、娘にすまない気持ちでいます。この一通のメールは介護の実情かなって思いました。私も看護・介護サービスの方々には心から感謝しています。過酷な労働条件の中でご苦労とか気苦労もあることも知っています。私たち患者や家族は医療者や介護サービスがなければ成り立ちません。大げさではなくて、皆さんあっての今日です。本当に心から感謝申し上げます。私は約20数年看護師をしました。親の介護で実際に介護を受ける側も経験しています。どちらの事情もどちらの気持ちも痛いほど分かります。どちらがいいとか正しいとかでもないということも分かっています。ですが、看護を提供する側だった私が実際に受ける側になってみて、自分が体感して初めて知ることとか気がつくこと、その立場にならないとわからないことがいっぱいいっぱいありました。今回の内容は両方の立場を経験した私だから発信できることだと思いますので、嫌われてもいいです。ちょっと辛口になりますが、自分が体験してきたこと、相談を受けていること、知っていること、介護者のコミュニティの中で聞いたことがあること、複数の人が悩んでいることをお伝えしようと思っています。恐縮ですが、問いかける形で箇条書きで挙げさせていただこうかなと思います。不器用な私なので多めに見てください。それでは本題です。患者さんにこんにちは、さようならと挨拶していますか？家族にとっては返事ができなかったり、寝たきりでも一人の人間として接してほしいと願っているのを知っていますか？無言で処置をしていませんか？虫の居所が悪く嫌な雰囲気醸し出していませんか？一つ一つの処置に声かけしていますか？突然腕を無理やり引っ張ったり、足をこじ開けたりしていませんか？患者は皆耳が遠い、聞こえないと決めつけて、耳持って大きな声で話していませんか？ご年齢や病状を理解して、それに合わせたコミュニケーションをとっていますか？喋れない、目を閉じているから聞いていない、理解してないと決めつけていませんか？扱いが荒っぽくなっていませんか？無理に衣類を引っ張って着せていませんか？とにかくさっと処置を済ませたいと思っていませんか？その時患者さんは苦しんでいるって気づいていますか？ちゃんとお顔の表情を見ながら進めていますか？携帯で話しながら片手で処置していませんか？その電話は後でかけ直してお話しできない内容ですか？患者さんはお金を払ってサービスを受けているって知っていますか？1回の訪問で訪問看護であればだいたい9000円前後いただいているって知っていますか？それに見合った介護や看護を提供されていますか？何か起きたら患者さんだけのせいにしていませんか？ルート類、点滴、季節カニューレ、バルーンなど抜けてしまった時、患者さんのせいだけにしていませんか？自分たちが予防できることや事前に指導できることはなかったですか？辛い人、一番苦しんでいる人に本当に寄り添っていますか？やっつけ仕事になっていませんか？早く処置してなんぼ、スピード命、私は仕事ができる女と勘違いしていませんか？洗濯物が汚れまみれ、排泄物や食べこぼしがついたままでぐっちゃぐちゃのまま洗濯袋に押し込んでいませんか？家族が洗えばいい、当然って思っていませんか？こんなことはご家族がすればよいって思っていませんか？私たちは忙しいんだ、あなただけが患者や利用者じゃないって内心思っていませんか？家族は本当は自分たちでやるのが一番いいけど、やりたくても不安で知識がない、またはキャパオーバーでできないってこと知っていますか？忙しい看護師さんやヘルパーさんに頼むのも申し訳ないから自分が我慢すればいいって
気持ちを殺しているの知っていますか？けど結局もう自分では限界だから助けてほしいと思って勇気を出してお願いしてるって知っていますか？ご飯が食べれない患者の前で平気で食事をしたり食べ物の話をしていませんか？看護師免許を取ったっきり新しい情報を入れていますか？その看護の知識はもう30年以上も前のものって知っていますか？今の看護や医療はそんなこと NG になっているって知っていますか？浦島太郎って知っていますか？ Google 先生って知っていますか？あなたが担当の日は患者が怖がっているって知っていますか？痰の吸引ってめっちゃ苦しい。吸引が恐怖って知っていますか？自分ならその間呼吸止められますか？そんなに喉をツンツンつついたらめっちゃ痛いって知っていますか？ご自分なら痛くないですか？敵便が恐怖って知っていますか？お尻に指を入れるだけで痛いのに向きになってベッドが揺れるほどの力でかき出していませんか？100均の薄いポリ手袋で敵便したら痛くないですか？ご自分のお尻の穴にそれで指を入れれますか？直腸の大きさって知っていますか？自分なら平気ですか？我を忘れて便をたくさんかき出して自己満足になっていませんか？あなたの声が聞こえるだけで怖いって言っているの知っていますか？わざとじゃないって知っています。でも派手に破れてしまったパジャマやうんちまみれの服を手に取りちょっと惨めな気持ちになる家族の気持ち知っていますか？人工肛門や胃ろうがあれば皮膚がただれるのは当たり前よくある話って返事していませんか？自分ならよくあるからって放っておきますか？脊髄損傷や下半身麻痺の人の足は感覚がないと思って気遣いなく扱っていませんか？父のすねが傷だらけなのを見るたびにどんな気持ちになったか分かりますか？自分たちにできることや怪我をしないように予防方法を考えてあげていますか？あなたの感覚が麻痺していませんか？味噌もクソも一緒になっていませんか？清潔不潔いい加減になっていませんか？陰線ボトルを直に陰部につけてるけど汚くないですか？もっと話してお湯をかけれるって気づきませんか？その手でお顔を触ったり胃ろうの洗浄していませんか？処置の順番流れを工夫するってできますか？手袋はご自分の手を患者の汚れから守るためのものって思っていませんか？胃ろうをつなぐときブスッと刺していませんか？出血はしょうがないって思っていませんか？物品使いっぱなし後片付け忘れていませんか？使用済みの手袋やタオル軟膏の蓋が夜中に布団や患者の背中から出てくるって知っていますか？後片付けがされていなかったりあまりに雑だと本人も雑に扱われたのかなって心配になる家族もいるって知っていますか？ここまで耳の痛い内容をお伝えしました。もちろん看護や介護を提供する側のお気持ちや言い分もあると思います。言い合いたいとか争いたいとかではなくてお互いの気持ちを理解し合って少しでも心が軽く看護とか介護ができればいいなと思っています。私も決して人のことは言えません。情けないことに思い当たる節があります。私はできるだけ、自分がされたらどうかな、自分の大切な人がそうされたらどうかなって考えるようにしています。そして今苦しんでいたり悩んでいる利用者さんへお伝えしたいのは、看護師さん、介護士さん、ヘルパーさん、ケアマネージャーさん、相談員さん、別の人や事業所に帰ることができます。今我慢して利用なさっているそこだけではありません。その人たちだけではありません。変わった先がいいとこだったっていう保証はありませんが、苦しい現状を我慢して介護痛になるくらいなら勇気を出して変えてみてはいかがですか？道は必ず開ける。これは私が好きな言葉です。私も今までに訪問看護と訪問入浴とヘルパーさん変えさせていただきました。おかげさまで現在は優しい看護師さん、介護職員さんに恵まれることができました。よかったらご参考になさってください。医療従事者の皆さん、ご気分を害されたら申し訳ございません。反論や
お怒りがありましたら、コメントにてご意見いただけると幸いです。お手柔らかに。それでは失礼いたします。to fall